あのね、2019年の年末の企画で、うん、駅から散々歩いてここにやってきて、あの防音個室に泊まった記憶がある。さあ、ということでおはようございます。もうすっかり朝ですよ、朝の9時前、今ね、我々、快活クラブさんでね、快活クラブさんで、まあ、すっかり唐揚げ楽しんじゃってね、はい、いや気がついたらもうは、ナイトパックの8時間、ほぼほぼフル活用で、でちょっと仮眠をとって今に至るということでございますね。ということで、朝の9時にして、未だに、橿原市か、ここ何町だったっけ。橿原です。あ、でもね、ここね、俵本町かもしれない。あ、そうなの。あのね、ただ橿原店っていうお店の名前やけど、あのね、ちょうどギリギリのところなんだ、俵本と。うん、あ、ここ橿原市だったかな、うん、っていう、あ、橿原、橿原か、そこ、うん、分かりにくい、分からなくなる、橿原と橿原がね、っていうようなことを置いといてね、まあそんな感じでね、ゆっくりしすぎたんで、じゃんけんの旅はここで終了です。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。というのは、こっからじゃんけんしながら帰ると、もう無理っす、間に合わねえっす、明日の仕事に間に合わなくなるんで、おとなしく帰りますということでね、ここからはちゃんとおとなしく帰る模様をお届けしようと思います。はい、普通ならもうこれじゃんじゃんでね、企画終わるんやけどね、どうせやったらカメラだけは回すということでね、最悪サブチャンネルで使うという感じでいきたいと思います。もう普通にここからは天理の方から入って名阪国道の、あの自動車専用道の方ね、あっちの方でドカンとスッと帰っていきたいと思います。まだあと115キロありますだよね、はい、ずれてくるでしょ。行きますか。ちょっと調べちゃって、もうこの道がね24号だから、前の道がね、もうひたすら、とりあえず天理に向かってと。いや、久しぶりに来た、2年ぶり、あ、間違えた、疲れてる人だった。これも駅だったっけ、歩きだったから、そこから出てってさ、駅の方に。なんて駅だったっけね。この近く。うん。新潟だっけな、なんかめっちゃマイナーな地名のところよ。二の口の一つ来た。二の口は有名じゃないのかな。あ、笠縫い、思い出した。笠縫いっていう駅があって、ああ、はいはい、うん、ありますね、北の。そう、その駅で降りてここまで歩いて、うん、やりましたよ。やってみる、車で通る笠縫い駅。懐かしいな。私は別に懐かしくないので、じゃあ見ていきましょう。このローソンで買ったのは懐かしい。やっぱこっから先は柿川のことでしょ。勝山ではこれで柏ですね。これまた読みがぶれそうな名前ですね。そう、俵本町。俵本町。普通に田原本町とか言うんですから。ああ、歩いたね、懐かしいね。あ、ちょうど今電車止まったね。あ、ちょっと伏線なんだね。そう、ここだってあれだもん、あの橿原線やで、あの大和八木から京都の方に行けてくる、うん、大和西大寺とかあっちの方飛んで、
怖っ。こんな感じでもいけんか。あ、ここでもいける。いける。もうちょい先か。はい、次の3。はいね。危険なところはいいです。危険だよ。この先そのまま行ったらアウト。あの、この住宅街があるから、あの駅に行ってたろうけど。ちょっと暗くなってくる、あそこ、まっすぐ行けばね。前出た時は、もっと先の方で曲がって入っちゃったね。幼稚園があって、そこら辺から入ってたからね。この人は駅に行くんだろうね。その以前ここに何しに行ったんですか？あの近鉄ターミナル完全制覇の旅っていう企画で、はいはい、近鉄の一番端っこの駅、うん、あの路線図で一番端っこになった駅を全て行くっていう、で企画の時に1日目と2日目の要は、うん、泊まりを、はい、宿に、うん、遠征に泊まれそうなところをいろいろと探しながら回っとって、うん、ちょっと進んでるね。あ、それでその開発を利用したわけだ。そう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 、そのところが調べとったらもう埋まってるな。街中の方はちょうど天王寺の辺りに乗って、で阿部の橋から桜ライダーに乗って橿原神宮に出て駅舎、ここ町営の駐輪場が置いてあったりしてね、めちゃくちゃいいところよ。でここが駅になってあります。なんか謎のブックポストが置いてあったりね。懐かしい。ここね、なぜかね、駅のスピーカーから町内放送が流れてる。あれは初めての経験だけど、こっちはちょっと狭いかな。いやー、行けず。半数なんだけど、これ、左に曲がったらね、うん、こっちもこっちで狭いけど。狭いの。あんまりでも行けるね。こっちやっぱ行けるけど。ここから24分通じとるか。ただちょっと入ったところは細い道が多いからね。喉は死んでる俺。若干ね、うちも。久しぶりに。すごい出し切ったからね。これで右できるか。はい、危険多いな、ここ。うん、アイコンタクトが全然取れなかった ね、 ね。あ、見てねえなー、大丈夫かな。
これ沢山元町の商工会館なんか。でもうすぐで、あの沢山元駅やね、うん、あの結構あの独特だ。あ、なんか変な形でね。そう、もし沢山元と別なんだ。ただあの乗り継ぎ屋とかはできる。確かに、なんでこんなになったんだよこれ。いや、もともと別の会社やったよ。それが近鉄が買収して一緒の会社になったもんで、うん、結果、ね、あの王子と新王子と全く一緒の理由。あ、うん、でこの西田原元から出てるのが王子駅に行くから、うん、なんか独立してる感じやね。そうそう、ただこの西田原元駅の方は、うん、あの連絡線がついてるから、あの要は通の車庫の方に持っていけるように。